で2番目に氷のうまいお店エルミナスイのお試し会。今週はあえて一切、自己紹介なしに先に乾杯しようかなと思います。じゃあね、行きましょうか。行きますか。グラスを右手に、せーの、乾杯。乾杯。19時よよいしょ。19時よ、まずちょっと、はい、言いたい。いいですか。なんか言いたいの。なんか言いたいな、うん、なんか言いたいな、ちょっと。いいですか。いや、先週、ビビるほどのね、ベロベロで来た、全世界に泥酔が配信されました、志村けんです。よろしくお願いします。紹介なのに。すいません。今自己紹介。流れは後で、すいません。空の自己紹介ね。空の自己紹介。ツーコンボで。ツーコンボで。ツーコンボ。パン、これが。今日赤いよ、ツーハー何格好つけてる。格好つけてんじゃないよ、ほんとに。まあね、ちょっとね、本当やらかしたということで、今日ね、ちょっと罰ゲームしようかな。始まるるか。うわ、じゃあ営業終了、営業じゃないね、放送終了間際に罰ゲームするんで、はい、ちょっとそれだけ、許してください。よいしょ。すいませんでした。でも、そこのね、なんかちょっとかしこまってそこまで謝られたら俺らもやりづらいけど、その、あの時を挽回するのは誰かっつったら、お前やろっつって。いやもう挽回してこう、本当にもうね、お前やろっつってね。ちなみにね、そう、ちなみにね、まあ、先にね、まあ、まだ言ってもまだ3回目ということで、もうしつこいぐらいにちょっと自己紹介してもいいんじゃないかなということで、まずはレギュラーの、じゃあ今週挽回する、挽回じゃあ、はい、いやもう前回ね、もうね、何度言わせてんねんっていうねくらいにね、本当に今日は謝罪するの、本当に役立ちでちょっと落ち込みまして、ベロベロすぎて落ち込みまして。ランくんゴールすごかったよ、よかった。ありがとう。いや本当に改めましてね、改めまして、もう先週ね、酔っ払ってしまって、いや本当にルルカさん推しだったよ。改めまして、先週本当に酔っ払ってしまって、皆様にご迷惑、お見苦しい点ありまして、本当に申し訳ありませんでした、本当に。いや今日からね、また本当に気持ち入れ替えて、今日プラセンタ打ってきたんで、もうね、大丈夫なんで。プラセンタって何？いや、プラセンタっていうのは、なんか、肝臓に効くやつ、注射の、なんか、そうそうそう、胎盤の肌とかにもいいしね。なるほどね、はい、はい、まあ、改めましてね、もう本当先週シムケンです、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ひどいよね。一家数で、からの、レギュラーの、はい、お願いします。そうですね、そこは最初はね、はい、そこのこの時間大事。まあズーハーこと、うだきカズハですけど、まあ皆さんご存知の人はいると思うんですけどね、まあ、ご存知でない方は覚えてください。うだきだきカズハです、よろしく。よいしょー、よいしょー、よいしょー、からの、からのね、レギュラーやってます。はいよ。東日本で、2番目にシャンパンコールのうまいお店の看板をしてます、ここ見れるかです。よいしょー、よいしょー、ありがとうございます。最近それ、それまで押しこうかなって、上戸彩時代知ってるよ、そんな君が好きだばか、よいしょ、ありがとうございます。好きだばか、よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にズーハーハーズーハーハーズーハーハー、よいしょ。ズーハー、飲まない、もう飲まない、さっきね、ちょっとコメント上がってましたけども、この明細誰だよって、分かるわ。ラネちゃん、最初はラネちゃんじゃないですか。
いや、いいよ、あ、もういらない、もういらない、この名声誰だよ、わかる、言ってやれ、言ってやれ、お店も言ってやれ、ちょ、メタル流れてる、この俺様が、すごいか、ベジータだ、あ、なんかポロって、歯飛びました、歯飛びました、歯飛びました、なんか、ちょっと、若干、ごめん、グイ、グイグイ、グイグイ、グイグイ、よしこい、グイ、それ、グイ、それ、グイグイ、よしこい、ビビるほど声ちっちゃかった、分かってる、分かってるのかな、実は、僕がよくお世話になってる、カイチ、カイチ、カエルさんと間違えられてるよ、寝起きだけど、おつゆでた、寝起きだけど、僕がよくお世話になってるバーの酔っていいと思うの、はい、はい、どうも、ドヒケントです、あ、レイジ君です、よいしょー、レイジ、よいしょー、あ、分かってる、分かってる、そうそうそう、分かれている、ありがとう、見てくれて、分かってる人いる、まあ、たまにはね、お店の枠を超えていこうとか壁を超えていこうということで、たまにはいいんじゃないかなってことです。今日は、今日はこの4人でやっていこうかなと思うんですけども、はい、流れてるのレイジアゲインストだらしいですか、これ、やっていこうかなと思うんです、はい、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、4人でやっていこうかな、おかしいだろ、あれ、サウザ、サウザ、サウザ、平成サウザじゃない、いや、俺の紹介もね、一応しとこうかなっていう、うん、とりあえずね、気になった人はそもの誰出てるあの LINE にまで、俺ら何マイク持ったら喋るんじゃないって、おうおうおう、メインマイクの人じゃない、あ、ひょっとして東日本でね、マイクだった、スワナなんです俺はね、東日本で顔で売ってないんでね、これで売ってるら東日本でマイクだった、絶望挟めや、お前、うん、以上です終わりね、あ、NG コメントだけだ、誰が NG コメントだ、NG 早いね、早い、追記追記、何か喋れば NG コメントになるって言うの、ケンシロウネタ、アトマーク、エーモーちゃんがニャンパスちゃんもえ、今日も喋るよ、うん、よろしくお願いします、やってまいりました、とりあえず乾杯しましょうか、もう一回、もう一回、今日ごめんなさい、今日も寄ってこうかな、よいしょー、あ、呼びましょうか、飲みましょうか、はい、いただきます、乾杯、よいしょ、いただきます、いただきます、ちょ、氷しようだ、飲んでないで、タタタタタ遊びじゃねえんだよ、タタタタタタ女の水だろ、タタタタタ、ありがとうございます。なんマジでシャンプー見直したってこと。さすが。ほんまや。まあね。うん、ありがとう本当に。まあけど言うても、男子じゃ見えた。東日本コール選手権。はい、まあ裏では数々のね、まあドラマ生まれてるわけです。キアで一条。俺も愛してんぜ楓。涙と。ありがとう、涙あり、涙あり、笑いあり、笑いあり、チンチンありで、はいはいはい、はい、ってことね、まあでもまあ最初にちょっとここは触れずにいられないってことね、うん、東日本、シャンパコールグランプリ選手権、あったということで、まあ惜しくもね準優勝なんですけども、まあでも俺らとしてはね、一生懸命練習して、出した結果が2位という、いやー頑張ったっすね、まあでもまあしょうがないんじゃないかなと、うん、でもただ、もし本当に統一戦があったら絶対優勝しよう、いや、準優勝すごい、すごいと思いますよね、これは来年は絶対1位だもんね、でも1位取りたかった、あ、ね、優勝しかちょっと言えてなかったんだけど、ね、その、ね、YouTube でシャンパンコールって検索すればもう出るんでね、出てくると思いますよ、もうアップされてるんで、アップされてるから、はい、YouTube でも簡単に、うん、まあ見てない人はね、ニコ玉さんの企画だけども、はい、YouTube でシャンパンコールって出れば、はい、あ、検索すればルミナスティの、そうっす、要するにもし見てなかった子もね、うん、見てくれたらありがたいな、最初の3分のやつと、はい、5分のやつは予選と決勝が、うん、ね、あって出れるんで、あ、見れるんでね、うん、そう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 、あれはもう見た見た、俺も衝撃しかないですよ、衝撃、かっこよかったよね、発目せよ、ね、メインの人誰だろうって思った最初、審査員さーだよね、は、そうそうルルカの優勝したお店に対する何番起こる半端なかったんで、それね、気づいてくれてる人がいるのがすごかったなっていう、意外と懐の、ね、あれそう、前、カメラで映ってなかったからね、気づいてる人がいたのがすごいなと思って、ありがとうございます、俺は肉眼で見てましたよ、俺はよくわかるね、俺は肉眼で見てました、ちなみにね、ここだけ話、うちのお店の代表、一条楓代表は、それを見て、客席で泣いてました、正直、はい、それだけは涙ぐんでた、はい、それだけは泣いてました、本当に知らねえ
知らねえよ。そうそうそう。ごめんね、完全にこれは俺の自己満だけども、うん、この1時間でいかにルルカのルっていう字をコメントしてもらうかだけを俺は考えてる。ルっていう文字をどんだけ見るか。ルいっぱいね。全部ルだよ。ルしかない。ルが入ってない文章ないよ。ルが入ってない文章。そうそう。あのね、あの時の。ルルルルルそうそう。あ、一発で。一発で。一発で。そう、あのね。ルしかないね。とその時のカイチン可愛いってどういうこと。カイチンね、まだまだカイチンだと思う。一条カイチンいる。カイチンだと思う。カイチン、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 もうちょい森あるね。はい、ハゲたな。カイチンだと思われてる。やっぱでもイケメンどころ。そうそうそう。あ、いっぱいちょうだい。ルハゲてる、ハゲてる。ルって言葉一番好きだもん。すごいすごい。植えたやね、そう、植えたや。うん、あのちょっとあ、それコメント、コメントの特性禁止法あるんで。そうね、夏がよくやりたい。止まんねえな、水気なことなんて。あ、いっぱいちょうだい。ルしかない。ルちょうだい。スタートでどのぐらいコメント出てんのこれ。やばい、もうむちゃ電話なんだ。なんで楓泣いたのって書いてる。あの、楓さん要は、まあ悔しい、1位取れなくて悔しかったのもあったんですけど、その時にまあ、ルルカさんがまあ、2位だけどコールしてたことに一応感動して、ちょっとじわって俺の隣でなってたっていう。リアルにちょっとじわってます。あ、本当に。でもちょっと一緒に今日なんか先週との反動がすごいからかわかんないけど、すげえ真面目じゃない？どうしたの？なんか知ってる人がいるかわかんないですけど、先週ちょっとベロベロすぎてちょっと今正直怯えてます。さっきからボソッと俺の耳元で言うからね。面白いこと、面白いことボソッと耳元で言う。聞こえない。自分を出すこと。いや、張ってこ。自分を出すこと。ケイケイらしくないでしょ。グイ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 よしこーグイグイ。それはい、上田屋です。はい、まあね、見た時上田屋でした。レイジ、はい、お前ここで何してんだって。本当だよ、投げ飲んでんだよ。絶対、絶対黒系でしょ、それ黒系か。これで、これで書いた。黒系かマリルでしょ、これ。逆に黒系さん最近寄っていいとも呼んでくんないよな、もう見てくれるとしたらね。そこだけ言っとこうけど、ね、生で見てくれる。まさかの番組の枠超えていこうっていうね。おな、あ、仲のいいお店は。はい、カエデの泣き顔の写メないのでなかなか あれね、でもその時俺朝でできなかったんです。ルミナスのハンディカムには収まってるけどね。泣いてる瞬間ね、言うて超貴重映像、うん、からのズーハーどうしたらしくないぞ、うん、いや、やばいよ。いつもね、はい、わー言うてるから、今日はちょっとね、遠目からみんな見てこようかなぐらい。あ、親心。うーん、親心。ズーハー前回潰れてて、多分あれ毎回ね、音割れがね、激しいズーハーのボイスがね、今日はね、だんまりになってるから。うん、あ、怒ってんの。え、怒ってんの。聞いてますよ。これ何これ。いや、マイク、マイク初めて気づいた。あ、マイク上にマイクある。リンディンは今チューしてやったわ。リンディンはって俺なんか降りてきた。そうだよ、リンディン、リンディン、リンディン、あれリンディンだ。リンディン書いたの。みんなのアイドル、リンディン。みんなのアイドル、リンディン。リンディンどこにいるの。リンディン、リンディンどこにいるの。高校生なの、リンディンって。そうなの。誰なの。俺、リンディン16歳、リンディンは高校生だって勝手に思ってる。リンディンは誰なのか俺らも知らないから。リンディン、リンディンは誰なの。めっちゃリンディン俺のこと押してくれるんだけど。そんなルミナシティが大好き。高校生だと思うよ、リンディンは。高校生なの、リンディン。ほんとリンディンは高校生だと思ってる俺は、いつでも。あー、俺静かにするから。ちょっと次、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 俺トマト大五郎。そうそう、まさかの。あ、レンさん、まさかやっちゃうみたいな。レンさん、こうやってる。あ、レンさんだ。レンカンボさん。ランディ杯飲め。スカイガ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 イよしこーい。グイ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 よしこーい。ガイ。始めます。お酒飲もう。結構ね、うちのお店の従業員の方々、キャッチャーとかね。ガイ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 。2杯飲め。かぶった。あのね、ニコ生さんのスタジオでルミナスティやって、ルミナスのお店でルミナスティが見てコメントしてると。このマジで、うちはね、いい循環が。うん、うちわだけのができてるっていう。じゃあ別にもうルミナスの店全員飲めばいいんじゃないかって話になってくるから。うん、だってなぜここに一を書いて二分割すんだっていうね。なぜ二分割すんだっていう。あ、じゃあ早速ですけどな、一発目のちょっとコメントを拾っていきましょうか。せっかくなんで早い段階で。メルリン、先週より、先週より全然バーツが、仕向けのバーツが入ってくれましょう。いやね、先週本当に思ったより見てくれてるのにコメント拾えなくて申し訳ないなって。じゃあ拾う係ちょっとケンケン、ちょっとよろしく。ルルカ推し一条、ルルカ推し一条、ちょっと拾ってはいる。ルルカ推し一条、あれ楓推しルルカ、よろしく。お、そう、フォロー。あれ代表持ってきましょう。パーツって何。
パーツって何？ケンケン拾えよ。ケンケン拾う。ケンケン拾う。ケンケンコメント拾う。パーツって。シムケとパーツが。パーツって何？シムシムケ。うわーパーツなんだ。シムケとパーツが。あこれあっちからはパーツも見えてんの？暇が見える。見えるでしょ。パーツが見える。パーツが見えてる。パーツ見えてる。パーツがね。パーツ見えてる。パーツ拾って。ミスト状になって。みんなパーツ拾って。ミスト状になってるから。うん、ちなみにね、ちょっとあれ、うん、あのコメントちゃんと拾わなかったらステマの時間になっちゃうから、まあ、ごめんなさい、あの志村の死が死ぬの死になってる、最高だよ死ねの、あ、ルルカはキスしてよ、ほら投げの方ね、投げの方ね、あの次回、あの初回のお客様の志村の死、死ねの死ですよねって言えば、ナイキンさんが、うん、おー志村の死は死ねの死って言ったらね、これ、手ぶつく、手ぶつく、手ぶつきでナイキンさんが、おって言ってくれるんで、言ってくれる。って言ってもね。うん、もう次は志村の死だけ変えてくっていうあのコメントしてます。うん、あうわちょっと拾ってね。ちょっとお前の拾い方によって俺ら変わるからちょっと。ランさんはもうレギュラーでいいよと。あれ。あとにランは順でよろしいと思ってる。荒れてる。アルサー。これこあのあれじゃないですか。これちょっとアンケートじゃないですか。ランさんがレギュラーでいい。あ、やろうか。やりましょうか。マジかよ。ごめん今ふわふわしたポジションなの今。レギュラーでもないし準レギュラーでもないみたいなこの謎なポジションなんですけども、うん、そうだね。ランが、レギュラーでもいいかな。レギュラーでいい。それとももしくはお前はまだ早いぞ。うん、A か B かで。調子乗んなって。はい。ください。ください。A はレギュラー、B はまだ早いぞということで。まあ、A、B かは。コメントバシバシください、それは。はい。毎回出てるもんね、まあ、そう。ごめんなさい、本当に。なんでなんだね。こんなブサイクな。俺らと。あ、違うか。志村ー NG コメント入った。NG コメント来た。スリキーだって、ズーハー気づいてるか分かんないけど。スリキーズーハーはほら、一発目さ、リーフで出れなかったじゃん。そう、ね。ランの方が出てんだよ、出演回数で言ったら。まあ、そうだね。あ、2回。比較にも。レギュラーじゃないのに。レギュラーでいい。ちょっと今この瞬間にちょっとあの、はい、拾っていきましょう。質問が来とって。はい、ください、ください。ホストがおすすめするホストクラブとは。で、ホストがおすすめするホストクラブって、うん、っていう質問来る。あホストがおすすめするホストクラブ。逆質問ね。いや、その間はちょっとランの、アンケートちょっとバシバシください。アンケートバシバシ。じゃあ、本当。ホストがおすすめする。あ、じゃあ、逆に、待って、そう、待って、はい、そこはあえて、ちょっと、バーの人にね。ね、そう。あ、バーの。もう、そこは、パーツの人にね。パーツの人に。レイジからちょっと言ってあげて、いや、書かなくていいよ。普通に言っていいよ。書きたいですね。書きたい。書きたいですね。書きたいですね、もう。俺から言っていい？ステマの時間。あ、先にこれ、このくだりはいいか。あ、このくだりはいや、でも、ホストがおすすめする。アンケートどうぞ。おー、すげえ。早っ！すごい！はい、おはい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 結果まだえどっちだったんですか。はい。よいしょー。おめでとう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 。レギュラー。おめでとう。45%がレギュラーって言ってる。おすごい約半分で言ってる。ありがとう。おめでとう。いやすごいのこれって。いや三人が言ってくれてる。ごめんなさいただリスナーそう思ってるかもしれないけど。レギュラーの俺ら3人からしたらお前は大して喋ってないなっていうまだまだだなってまあねまあここからしたらねこう来ないとねやっぱ声張ってけよ、うん、声張れようるせえなめえさんバツドランバツドランマイクはかっこよかったけどねまだそうなんですよねまあマイクだねまあまあまあ俺らからしてみるこの LINE の ID が出てるからねここに俺もしてしてくださいああそうだねまだねカズハはツーハーなんだよツーハー LINE ID ここにそう俺はなんであいつだっけカズハじゃないだよなんでカタカナなのねなった瞬間見せたのかなっていうねうん嬉しいからああうんランさんは毎回いつもマイク持って出たら俺も直してもらおうマイク持ってたらかっこいいから毎回マイク持って喋ってたらかっこいいからあマイク持ってねマイクを持ってじゃあこれはじゃあステマの時間を言いましょうかステマ挟みますかうんいやでも
ステマモーステマモーで食われてる。ウニ戦何回やったんすか。ウニ戦何回やった、何回でもやるんだよ。あー一条来た。今日の服装似合ってる場合誰がですか。誰カエさん、誰が、誰の服装似合ってんの。光カエサル、カエさん誰だ。いや絶対俺っしょ。光カエサル似合うとかじゃなくてもう強いでしょ。絶対俺っしょこれ。じゃあちょっと今日はズーハーから行こうか。そうですね、せっかくだね。いつもねウニ戦ちょっとウニ戦が鳥みたいになってる、はい、ウニ戦が鳥みたいになってる。じゃああのステマの時間いきます。あのこちら行きますか、これ行きますか。きた、誰が選んだか分からんぜよ。ビールのうまさ続く続く続く、クラッツ日本の夜明けは明るいぜよ。よいしょ、あかっこいい。あリンリンが何おめでとう、えリン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 が何おめでとう書いてます、ね、ありがとうリンリン。もうリンリン、ランナーのリンリン、はるかランナーのリンリンやめとけ。続きまして、続きまして、続きましてね、えマリナー、よいしょ。あ、俺かよいしょ。あと過ぎたらよ言いたかったね。一通りちょっとあの最近押してくれてる人の名前言ってくれ、言いました僕は、はい。今ねこのバックミュージックで俺の好きなアイアンメイデンの曲が流れてます。ナチュラルチーズをただのすり身でサンド、風味豊かな味わいはおつまみにぴったり。噛んだ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 、チーズタラこの後すぐ。いや今もう帰るぞあいつ。よくわかんないお前の。あいつこの後切れるぞ多分。また来週ありがとう。終わらせ、終わらせないで。もうランはランはあのー、純レギの純レギの親父。これ俺言っちゃっていいですか。最後なんや、うん、あーもうねもう出たがりかよ。もう本当にもう本当にもうおめでとう。どっちも行く。俺はあの ID ライン ID。 じゃあ彼の ライン ID 言っていて、あのー言っていい、ニャンパスの ID も俺宣伝するし、あのこっちも行くからダブルで。見えてますか、こっちか。僕サバか、サバゲー。これが、これが、言うて、うん、ニャンパスの、いや顔でかい顔でかい、隠れてるから。これがニャンパスの ID だから、ID だからちゃんとよこしてね。あ、チーズタラ、あのサバゲーやってるとチーズタラ募集してるんで。そうそうそう、サバゲーね、サバゲーのチーム募集してるんで。あ、チーズタラからの、からの、うん、今日もいつもお世話になってます。ファミリーマート、スライスサラマ、サラミ。あかーい、グイ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 テン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 。あ、それ俺のギャグや。俺のギャグありますよ。あらあら、あ、ギャグ。ギャグあります。その前に僕がおすすめするホストクラブは、この愛本店さんですね。あ、死にせ。テン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 。老舗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 、うちの店の斜め前。そうそうそう、だからね、あ、どこのお店おすすめか、ね、さっき言ってましたけどね、うん、僕思うに具体的な店名は言えないですけども、基本的にやっぱ女の子がね、うん、地名いますってなってて、女の子が怒ってるお店はちょっとやっぱそれって不満に思ってるんだろうかなって、うん、あの担当に対してもお店に対しても、うん、結構喧嘩してる子があるったとしたらちょっとなんか違うんじゃないかなと思うの僕だけですから、ね、僕だけじゃないです、うん、リアルリアル、うちはリアル、うん、僕もためにあの自分の姫で喧嘩するんですけど、はい、はい、あのちょっと違うかなっていうね。形のいいグラスこの後すぐ、鏡に映った、あなたと二人よし勝ち T 当たる、ありがとうございます。情けないようで言えばたくましくもあるたくましくないんだけど、まだね、真面目なこと言った後の、はい、それもうとんでもないことだったので、もうね、いや、あの、気づいたら俺、ルルカじゃなくてルカさんになってるんでね。ルカ結構いるからやめて、ルカいろいろいるからルカさんって結構いるからね、あの、歌舞伎のホストで、うん、あーそうそう、え、ズはどう思う、バーツどう思う、ババツ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 はお前の口から出たハツツバのことだ、ツバのことなんだ、お前のツってツバのことなんだ、お前の口から出たツバのこと言ってんだよ。バツは飛沫見えてるから、ね、あっちには飛沫見えてるからね。バカ野郎だ、食い止めよ、すぐ DNA 飛ばすから口からもう頑張らないでしょ。おつゆがもうおつゆがもうあいつ通油をもうおつゆアリサおつゆをもう本当にバーツが止まんねえよ。ねえ、ルミナス一番今まで楽しかったって。やばい、いやー嬉しい、俺とお前と本当にそれ大五郎いや、そうそうそれやりたいからね、どうしてもそこだけはやりたい。これなんか例に出てるじゃん、よかったねって誰目線のコメントなの
誰目線のコメント。レイジさんの妹は妹ですよかったね。レイジさん、いやいや、そこはね、言ってもだレイジさんの親族が、あ、親族ですか、親族さんの方が。俺でもケントって言うんですけど、レイジって多分分かってないと思うんですね。あ、ケントそこはあえて、神田ケントネタオンパレード、WWW、アットリンリン、アイスってこれネタ出してもらってくれ、リンリン、俺とお前と大五郎、いや、そろそろもう、あの、処置いらねえ、すいません、大五郎もういいわっつって、あ、ランさん仕事してる、レギュラーな、レギュラーなのにレギュラーになりそう、わかんねえよ、まだレギュラーになりそうなのに、明細開示似合ってるぜって、まだまだ、いや、明細開示明細開示なの、いや、下読めないもん、早い、もうね、開示じゃなくて、明細開示、やっぱ、あ、やっぱ、ケンケンが酔ってないと、はい、いい感じに番組、あの、番組進むっていうことで、まさかの CM 来たということで、はいはい、とりあえずね、どうぞどうぞ、CM! なんでや、チンチン、のことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから、終わらないエタニティ、寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブパール7時、いらっしゃいということでね、よいしょ、いや、からの、あの、CM 早すぎてちょっとびっくりした、ちょっと待って、あのね、アンケートいや、本当にあのあかんよ、本当にうわおとなしいのは、ズーハーどうしたの、じゃあ、本当にどうしたの、もうズーハーどうしたの回になってる、今日ズーハー罰ゲームだな、本当に懺悔した方がいいよ、どうしたんだ、ズーハー懺悔した方がいいよ、もうね、今ね、今のこの CM の、あの、間にどうしたんだ、ズーハーやめとけあれ、これ結構アンケート結構すぐ取れるんですよね。どうしたんだ、ズーハー取れる、今日ズーハーおとなしいに WWWWW どうしたんだ、ズーハーがすごい、そうそう、じゃあそろそろアンケート取りたいなっていう、あのシンプルに再び、はい、再び思うんですけども、最大これで、ね、ホストあるあるのやっぱズーハー飲め、そう本当に、いや、ちょっとしばらく喋らせようか、喋っていい、ちょっとあのなんか今日全然喋ってないから喋りなよ、ちょっとじゃあ一人舞台ね、お願いします、3、2、1、あいよ、まあ言うても、まあ僕の出身地は栃木県宇都宮市で、まああのリンリン、あ、ミンミンっていうね餃子屋さんがあって、うん、まあそこで一人でリンリン、おぉミンミンで、あ、ミンミン、おぉ、まああのどうしたんだ、しむけも書いてあるやん俺もやん、あのまあ言うてもね、18で僕は湘南新宿ラインで、うん、東京という大都会に出てきて、お食べよ、はい、いろいろとね、味わって結果、うん、はい、僕は親に内緒、じゃあアンケート行きましょうか、行きますか、行きましょうか、行きましょうか、じゃあ、一発目、例えば、初めてシャンパン入れたいな、入れたいな、このお店の人入れたいな、リンリンが、リンリンが一度え飲みに行くねと、今度飲みに行く、待ってるよ、気になってたね、リンリンね、あのルミナスに、ルミナスに来てください、そして見てこー、見てこー、そしてリンリン誰やんやん、そこで指名になった人、多分ね、酔っていいともにアフターでバー連れていくと思うから、見てこ来るんですか、見てこ、はい、見てこ、いや、リンリンは見てこじゃない、この皆さんにズーハーどうしたの、リンリン、お、リンリン、や、リンリンから来て、いやいや、お、すごい、ズーハーのコメント超来てる、いや、ちょっとね、もうリンリンはね、本当に一度ご対面したい、俺は本当に、島田信介、もう島田信介に頼んで、ちょっとリンリン探してもらおう俺、正直、あーれーズハーけーリンリン合体したい、本当にからの、はい、行きましょうか、ってことで、まずね、一つ目のアンケート、第一問、ひとかり行こうぜ、ひとかり行こうぜ、ひとかり行こうぜ、あの、うちのカモさんから、刺激が欲しければバカになれば、おーカズハロメ、カ、アートマック、姉さん、姉さん、ラブモエ、よっしゃ、でこれガイガーイガイガーイ、誰が誰が、レンさんです、あ、レンさんじゃない、レンさん、何やってレンさんクイズ、レンさんクイズ、レンさん家でオフグイグイ、レンさんありがとう、シムケンが、シムケンがあのレンさんグイグイって言ってます、俺たち優勝できるのかって、ありがとう、そうそうそう、揃ってた、すげー揃ってた、すげー揃ってた、ファイパー揃ってた、そんなわけないよ、ってことで、まず一つ目の質問アンケートいいですか、はいよ、一発目、例えば指名して、じゃあ初めてシャンパン入れるわーってなった時に、ホストあるあるね、これね、うん、うん、
何のシャンパン入れたいか、お、わかりますか、銘柄、シャンパンの銘柄、うん、一発目のシャンパンはこのシャンパン入れたいっていうのをください。よいしょ、検査室ないですけど、いや、今はこれ、いけます、この質問で検査室ないですね、今の質問でいけますか、俺の LINE の ID が、あ、いいですか、俺の LINE の、いけますか、はい、皆さんいけますか、じゃあ、よ、4択ぐらいにしてほしいってことですね。あ、じゃあ、わかりました、ずーはずーはー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 キスをしよう、キスキスキーラララララララニャー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 、もういい、もういい、じゃあ始めよう、お題忘れそうになる、待って、銘柄書いてる間の沈黙嫌なんだけど、俺ちょっと、じゃあ俺喋っとくわ、みんな選んで、以外のやつ俺選ぶから、ちなみにね、まあ、リアルなやつね、リアルなやつ、そう、それからの初指名からの初シャンパンって、うん、最初にね、入れるシャンパンで、そう、あらかじめ、ね、僕の場合は大抵指名2回目以内に初指名は、あ、あ、シャンパンからの初シャンパンが入ることが多いです、うん、あ、ごめん、分かりづらいね、初指名からの、指名からの初シャンパンが入ることが、指名2回目以内が僕は一番多いですね、今まで、うん、うん、どんだけ煽ってんねんって話なんですけど、あ、すみません、そこだけに関しては、素晴らしいですね、はい、そんなことは素晴らしいことあるんですけども、僕、大体2回目以内が一番多いんですけども、どんな感じ、あ、僕ですか、うん、いや、もうシャンパンなんてもうしばらく見てないですね、ちょっと自分ランシャンない、ランシャン自分の中でシャンパン見てないですね、だいぶ、どうしよう、いや、シャンパンか、いや、俺もう決まってる、え、これおふざけなしで、マジで、え、かぶんないようにして、俺もう、俺これだから、あ、かぶんないですね、俺大丈夫、あ、じゃあ、あ、それちょっと、さんまさんみたいな、これでちょっとボケてる人一人いるんですけど、はい、ちょっと誰か拾ってあげないと、あの、じゃ、この間にちょっとコメント拾おうかなーとか、とんでもないことなんだろうね、あ、リステルね、煽ってルルカ、煽るぞ、お前、ほんとにルルカ抱いて、抱いていいのか、抱いてまで来たか、まあ、今、シャンパンの話をしてるんだけどね、シムケンも抱いて、はい、まあ、あの、シャンパンの話してて、ホットクラブメニューあるよ、なんだろう、これ、なんか、わかんないけど、じゃあ、とりあえず、みんな書きました、ポンパドールってなんか最近聞かないよね、久々だ、うん、ポンパ、シムケンは吐いて、ポンパドール、シムケンは吐いて、シムケンは吐いて、なんかその上も大抵いらない、吐けるわ、吐けねえんだよ、あ、来てるよ、ズーハー、ズーハー来てるよ、ズーハー、ズーハー、ズーハー、おいおい、ズーハー、ズーハー、ズーハー、キスをしよう、キスキスミ、こっからもう先ないからね、あ、ないない、キスをしようで終わりだから、これ行きましょうか、じゃあ誘って行きましょうか、じゃあ、え、みんな被ってない、はい、か、平気ですか、た、多分被ってないね、え、何択かは平気なんすよね、5人いたら5択まで平気ますか、行きますか、おいしょ、行けるってことで、じゃあ、やめていい、まずは、はい、お前、落ちね、じゃあ、じゃあ、ズラから、ズラからいいの、ズラから行きましょう、はい、まあ、あの、シムケン変えてー、はい、どうぞ、シムケン帰る、シムケン抱かせる、帰んないっす、帰る、あ、帰んないっす、やっぱ僕の場合はね、最初にやっぱシャンパンなんでね、このあ、ここ淡麗からのあのオリジナルシャンパン、オリシャンですよ、ね、あ、お店のね、エビナシのお店の、はい、淡麗5セット5からからの、あの、その後の時間で、疑似感で、時間でなんかそういう、ラストオーダーで淡麗5セット頼んで、楽しくなっちゃったオリジナルシャンパン食いくーみたいな、ただね、これが、ああいいんじゃないかなっていう、うん、初シャンパンの流れがね、はい、なるほどなるほど、からの、ランク、いってこね、俺はあの、まだ入れたことないんだけど味が好きで入れたことないんだけど味が好きでクリュックっつってね、クリュックね、やっぱ美味しい、うん、俺の中ではね、あれはうまい、まあうまいっすね、ね、まあうまい、じゃあ、あの、歯伸びてる、かっこいいし、歯伸びてるよ、ジュクリュック、じゃあこれは、ね、じゃあ次はレイジ君、あ、レイジさん、はい、どうぞ、言いちゃいましょうか、はい、ポンパドール、おぉ、あ、ポンパね、やっぱ初めてのシャンパンなら、まあ入れやすいかなみたいな、まあ、味もなんかまあ飲みやすい、最初はちょっと軽くいこうよみたいな、なるほど、ただあの、明日の髪型ポンパー、あ、ポンパーだ、うん、ポンパー、前髪上げてこうと、半沢髪型ポンパーですよ、はい、からの、僕いいですか、ええ、やっぱりね、あの、ホストのシャンパンと言ったら、どんべりということで、おぉ、はい、ここはちょっと真面目にね、好きな酒だ、
好きな、ちょっと酸味強いんだけど、うん、で、そして、ぶっちゃけここだけ話言っていい、うん、ボトルばっかもよくないんだけど、うん、あのね、やっぱ、まあ、ドンペリかなっていう、ホストと言ったらやっぱこれだろうってことで、ごめん、ここはちょっと譲れなかった、そう、ボケなしで、からの、ケン君、やっぱホストと言ったら、はい、これだろうっていうのと、はい、味も美味しいし、うん、なんか、一石二鳥だね、これかなっていうの、うん、お餅、おめでとう。あの差し出て、いや、あ、勘違いしません。違う、お前やめろって言っただろう。すいません、あのすいません、集計今回大丈夫です。グイ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 、よっこーグイ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 。いや、俺なんかさ、身内ネタだよね。いや、からのあのあいつはあのコメント来てますよ。ニコ生さんの、はい、コメント来てますね。こいつオナニーしやがった。やらかしたな。こいつニコ生さんの生放送でオナニーしやがったぜ。オナニー言っていい、言っていい、ごめん、僕の、ね、このホワイトボードから、出させてもらうとしたら、シム系をオナニーしたぞ。シム系はそういうやつだよ。ラストボタンでお餅煽るやつだ。すぐフィニッシュ迎えるからね。シムに。そういうとこあるの。初めてのシャンパンで。お餅ってラストオーダー、安倍川お餅、オーナーにしたぜこいつ、ごめんなさいね。ほら NG コメント入った、ほらNG コメント、ほら本日3発目だからねこれ。いや、お餅で NG コメント追記やろ。俺2つ剣一発ね。あ、オッケーオッケー、集計取ってるこっちも。集計ください。待って、アットモエちゃんがやっちまったなっていう、シンプル、シンプルなお餅だからじゃないですかそれ、多分ね、お餅ついてる、ね、人たちいたよ。ひどい、うん、アンケートお餅で始まった、うん、あ、本当にお餅で始まった、うん、いや、お餅は、ね、集計始まっちゃった、うん、もう丸バツ三角四角銀行で本当にお前もオナニーだね、お前もオナニーだよ、丸バツ三角四角銀行だよ、東日本ね、シャッパーゴールグランプリ引っ張っておこうって、まあ、ちなみに説明すると、あんたい今回は説明するとちゃんと企画持ってきたと思ったらお餅で、その説明させて、うん、シャンパンゴールグランプリ出てるハッピーの裏側にお札をこう、お札をこうつけてたんですよ、なんかネタで、うん、それの、お札が丸バツ三角四角銀行って書いてあったんです。オチがない、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 あ、そうね、オチが、あれ、いいよ、一緒、待って、ケンケン今日も酔ってんの、今日も大丈夫、大丈夫、平気、悪い方の酔い、いける気、やばいやばいやばい、シムケンがアウトレイジビヨンドになってきて顔が、ねえ、出たし、2だよもう、お前レイジさんに悪いビヨンドイコールビーからのビーとシムケン、レイジが喋ってなくない、ないない、レイジ喋ってなくない、ないない、レイジ喋ってなくない、ないない、これ字余り半端なかったね。しかもあの言ってる本人も途中で笑ってしまうっていうね、あまりにもコールになってないっていうね。あ、今来ました、あ、来ました、アンケートいきまーす。お餅ないかな、はい、お、はい、あ、ちなみに先に言っていいですか、支持率が一番低かった人、低かった人は、いや、今のグイグイ、今のグイグイ、なんすか今の、ちょっと飲みます、グイ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 、よしこーい、グイ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 、よしこい、グイグイ、え、すいません、飲みます、これは、え、どうやったら分かるの、あれ、あるんだ、あの、支持率が一番低かった人は、すいません、バーツーがちょっと、グイグイってことで、グイグイ、これはもう、やっぱね、飲みの席やから、そこ飲もうってことで、すげえって書いてある、はい、ということで、じゃあ、結果お願いします、はいはいはい、クリグが真ん中アンパイ、一番アンパイ、クリグ、はい、10%、 いや、お前は飲むこともなければ、そう、うん、でも、あえて、あえてムカつくから飲ましていいから、そうですね、グイ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 よしこーい、グイ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 よしこーい、次お願いします、お願いします、はい、はい、はい、ベベと1が、じゃあ2人とも飲みますか、じゃあベベが、5%、はい、はい、あ、まず、サンレーからのおじさんの数原さん、イエーイお前真面目かよ、お前、本当にいい加減しろ、お前、本当にくだらねえの、お前、しかもサンレーからのいい、誰ですか、ゆるくない、はい、もう一人が、ポッパドール、ゴーゴーお餅の方が多いやん
お餅の方が多いやん。何がいいって言うの？二人ともあの、飲んでもらっていい？お酒、今日の嬉しかったかお、今日の悲しかったかお、昨日癒されてきた。いや、お餅の支持率ありがとう。飲まなくて済んでありがとう。お餅並んだの？お餅40パンも俺やるだけすぎるでしょ。やるか、これは飲ませた方がいい。いや、これでわかるでしょ。いや、ごめん、あの、まさかの3パンじゃないやつ同率だから俺が飲みます。まあ、俺はやるかが飲むってさ、2秒で飲むってさ、1、2、アウト。これで、あの、結果出ましたね、やっぱり。あの、女の子が初めて入れたシャンパンはお餅です。お餅かどんぶりどっちか。お餅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 。ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト。お餅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 。お餅も飲んだよ。食べたい。いやけどこれ、いやもうね、今ので分かったよ。みんなね、もうどうだっていいのシャンパンなんて。なってね、みんなね、面白ければいい。もう面白ければ全て。面白ければいいから。あー、そうかい、酒じゃないんだよ。あ、ズーハーの火をつけてしまったのは視聴者たちよ。うん、あー、おい、いや、そんな、そんな、お前が言ってやれ。次の、次のアンケートお題言ってやれ、お前。次はきっとズーハーがね、ボケるから、きっと。もう次よ、お題は面白いアンケート。はい、じゃあ、最初はね、探り探りでいきましょう。初めてね、その担当さんとドーハに行くとしたら、どこがいいかね。おー、例えば、ドーハ行きます、行くとします。同伴でどこ行きたいか、はい、これ同伴でどこ行きたいか。ラストオーダーお餅頼んでいいよ。いいよ、うん、同伴の後にね、営業後だから。シムケンお餅頼んだら、あの、6万ぐらい会計来るから。あの、お餅コールあるよ。うん、お餅タワー飲んでいいよって言ってます。お餅タワー、お餅タワーいただきました。あの、今日あの、援護射撃ゼロってことね。また姉さん書いてる。カズハ飲んでいいよ。カズハは飲んでいいよ。でれー REN 姉さん待ってます、コメント。バシバシ。あの、今日はあの、援護射撃なしということで言いましょう。え、じゃあ、ズーハンさん、あの、なんで？お題、あれですか？同伴で行きたい。同伴で行きたいとこ。そうだよ。同伴で行きたいかったらどこか。うん、何回同じ質問聞いてんだよ。何兆か。お、おこ、おこだ。それ、言い方変えてるだけじゃねえかよ。結局一緒じゃねえか。役者やな。言うならちゃんと言えや。もう、かっこ悪いや、お前。同伴に行くんだったらどこがいい？優しいな。どこがいい？よいしょ。え、俺マジで書いていい？でもボケで。俺もちょっとマジで書いて。マジで書いて。あ、でもまだ確定無知。今回はもうあの仕分けマジで書いていいって顔がマジでお餅の顔してる。いや、ただのシンキングタイムちょっと。なわけねえだろ。俺が埋めるわ。お餅カフェって書こうとしてた。すみませんでした。お餅カフェ行きたい。本当さ、これが行きたい。酔ってんの？お前ちょっと今日は挽回してちゃんと。じゃあ、の、これが受けるかなと思ったら、もう先にバラされたから、もう今披露した。もうね。どうしよう。じゃあ分かっとんだよ、あいつの顔が。お餅みたいに欲しいんだよ。ちゃんと挽回して。挽回します。先週の挽回してくれ。あ、じゃあ次、じゃあ俺からっていうか、なんかちょっと。そうだね、逆に。じゃあこれからね。お前同伴するんだったらどこがいいだろうね。この流れ、俺ボケた方がいいの？これ。いや、あの、いい感じのスパイスを加えた答えがいいと思いますよ。じゃあ、行こう、一緒に。うん。俺、単純好き、ちなみに。いや、同伴で、同伴、アフターっすよ。例えば。まあ、どっちかというとね。まあ、分かれるけど。分かれるけど。シムケンはいつも酔ってるよ。うん、この間はちょっとレベル超えたけどね。ちょいちょいなんか肉ネタ挟むね。やばい。お餅カフェ。お餅カフェ行きたい。オッケー。行きたいっすね。どうしようかな。シムケンお餅グイグイやばくないですか。殺されるわ。殺されるわ。掃除機、掃除機口に突っ込むやつね。掃除機入れろ。ジジイの口にさ、掃除機入れろお前。何しよう俺。年末年始絶対人死ぬやつや。やばいやばいやばい。お餅グイグイやばいっすね。いや、お前ボケない方がいいよ。いや、これはボケてない、これ本当に。マジ？マジ？マジのやつ？うん、同伴だよ。いや、これ心までいらねえから。これ、え、マジのやつ？え、これ同伴だよ、これ。そう、同伴や。いや、ツーハー、これやった。お前、やっちまったよ、それは。違う？あの、ボケてるなら面白くない、一番最悪なやつ。やめやめ、一番やめ。本当ですか？あ、分かった。俺も考えた、同伴。ラン頑張りきた。よし、やばいわ。これちょっとやばいぞ。これ、いや、これ本当マジなやつだから。面白なってきたで。ラン言っとけ、絶対レンさん。ヤンキーみたいなコメント。ラン言っとけ。同伴は絶対レンさんだ、これ。
え、同伴でもう、もう出たの。いや、もう、大丈夫。え、ちょっと待って、同伴でしょ、うん、どれ、同伴でしょ、どこ。悪いよ、お前、ほんと。じゃあ、誰からいきますか。悪い。お前だよ、俺からか。うん、じゃあ、やっぱり、まあ俺は今回はねボケないし、ボケんだろ。まあ本当にまあ同伴って言ったらこれ、はい、あ、しやーしーまげんよ、しーまげん、しーまげんよ、この後ね、しーまげんに、じゃあこの後続きはウェブで行きましょう、それはそんなね、いや CM ということで、CM チンチン、プラスレッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる、お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める、30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。何ですかこれ、結構飲みます、すごく残りますね、残る時は。この職業柄も営業中でちょっと飲んでるんですよ。あ、かなりかうまいですね。激減じゃないですか、神じゃないですか、こんなすごいんや、お願いします。今までのものとは次元が違います、ぜひ一度お試しください。多分一通りも、正直書きました、はい、書いたということでね、じゃあ一発目誰いきますか。いやだ、お餅からいきましょう。お餅、お餅から、お餅、さっきね、お餅ちょっとさっき正直パターン、ね、正直すいません、さっきちょっとふざけちゃって、はい、シャンパンの話題なんだ、通話だよ、シャンパンの話題なのにお餅って書いちゃって本当に申し訳ないと思うんですけど、今回はちょっと一発目なんでふざけないでいこうかなと、同伴でいきたいとこ。よくわかんない、これかなと思いました、ほんと。ババアの家です。ババアの家、素晴らしい、男性票多そう、絶対おせんべいだ、ね、だって完全に俺らを楽しませようとしてない、乾き物が出てきて、もうね、こいつオナニーしに来たもん、オナニーしに来たもん、なんなのだ、お前だって勃起してんじゃん。いや結構意外といいんすよ。じゃあババアの家行ってんのかお前。同伴で行くと意外といい。意外といいってさ、お前意外といい。ババアの一回行ってきたことあんだけど、同伴で行くと意外といいだろ。一回行ったことあんだけどみたいな顔してんだろうが、行ってみマジで、いいだろうがや、絶対 NG 入るよ、絶対お絶対 NG 入るよこれ。どっちのババアの家だよ、NG コメント入るよこれ。お持ち帰りって書いてる、絶対死ねって書かれてる、ババア寝てる、これ絶対やばい、これやばい、お持ち帰り、帰ろからのね、からのじゃない、行こう、はい、じゃあ俺の、はい、同伴の前、はい、いやそれ本当に真面目で、本当にね、最寄りのね、タピオカ屋によって、そのままね、ピカデリーって、ピカデリーみたいな顔してんじゃねえよ。タピオカ買ってピカデリー、ギャグとかじゃない、ギャグとかじゃない、ピカデリーって、タピオカ買ってピカデリー、タピオカ買ってピカデリー、タピオカ買ってピカデリー、ほいほい、タピオカ買ってピカデリー、早く飲め、ピカデリー買ってピカデリー、タピオカ、じゃあ続きまして、続いて続いて、サクサクといきましょう。ヘボンダラじゃねえ、あ、僕ですか、はい、いや、お前最後のいいんじゃない、いや、僕最後のいいですか、じゃあ僕でいきましょうか、はい、じゃあバーとタピオカからのえ、ですか、はいはい、これ本当の、俺が望んでる本当のリアルな同伴いきますよ、はい、さあさあ、にいいじゃん、あ、いいよ、日の出のルミナスティミレに行って、そのままルミナスティでルルカ指名、おー、いや、あるな、これはあるな、いや、同伴なのに指名、これ結構ガチ、同伴同伴なのに指名っていう、あ、そう、いやだからもう俺が、俺と行くよっていう、同業みたいな、一緒に行って、逆に行ってくれ、うん、付き合ってくれ、濡れたわ、今濡れた、そうそう、ちょっと行ってみたいですもんね、ほんでちょっとね、これ俺ね、まだね、ミレ行ったことないんよね、キッコー縛りされた、ガチでガチで、あの、キッコー縛り、キッコー縛り、あ、じゃあからの、じゃあされたい、よいしょ、からの、じゃあ通販からいきます、僕は東京長いんで、はい、もういろいろ
知ってます、うん、東京長いん、東京長いんで、うん、やっぱ同伴って言ったらやめるよ、新所沢。おい、お前ディスってんだよ、お前、俺、はい、近いんだよ、地元。なんですか、ババア。新所沢、ババアじゃねえ、俺。ババアこの辺。ババア、ババアこの辺ですか。ババアここ住んでるんです。え、ババア。新所沢、ちげえよ、お前。え、ババア。そこで何、ライオンズ、ライオンズね。そこで何すんの。ババアなんすか。ライオンズ、俺、ファンだし、あの、新所沢、俺、ババアなんですか。ババア。東京長いんだ、俺。ババアね。ババアが住んでる。俺、楽器屋あんねん、楽器屋が。俺、東京長いんだよ。はい。新所沢。あ、なんか続きまして。じゃあ。あれ、そこで何するか聞かないの。あ、新所沢で。で、何するの。何、確かに。そこで何があるんすか。それも知らないよ。あれ、あ、かっこいい、逆に秘密営業ね。ちょっとあの、コテハンくれたアリサさんに一緒行こう、今度ね。頼むわ、ミレ新所沢にね。でもあの、リンリン頼むわ。あ、リンリン、ルルカさんをキッコー縛りで来てるから。ババアをキッコー縛りで。ルルカさんはね、あの、アリサちゃんだけど、俺はリンリンだから。リンリン、リンリン。俺を知る人いっぱい名前つけて頼むわ。テンション上がるから、はい、どうぞ。じゃあ、最後ね。いやいや、最後、おたくのうちの最後でいきたいところ。どうぞ。はい、あの、殿様バッタのこの辺。タタタタタ遊びじゃねんだよ、タタタタタ、そんなの見づらいよ、タタタタタ。ごめん、まさかの、あの、ルミナスティの東久留米です。ルミナスティ同伴アンシテートの、ちょっと怖いわ。あの、初めて一人暮らしした場所。荒らされてる。実家あんねん、ほんと。いやいや、殿様バッタのこの辺。初めて一人暮らしした場所ね。このアンケート、この二人がどっちの、何杯飲めばいいかな。18の時に、いや、これを、あの、みんな忘れてますけど、これをアンケート取って、みんなに何位かどうかっていう。初めて一人暮らし。ババの家、お前。ほんとにいいの、それで。初めて一人暮らし。しかも絵心ない。楽しそうやろうな、ババアの家は。バッタでしょ、お父さんは。はい、初めて。そうそう、いっぱいアンケートちょうだい。これまあね、集計中。ここいいよ、集計中ね。初めて。だってズーハの新所沢もいいよ。すごくいいよ、ここ。新所沢ね、ここすごくいいよ。ごめん、あ、リアルに、リアルなちょっと宣伝ちょっとしていい。はい、はい。今日、ルミナスイミレ千葉店、ルミナスに千葉店、うちの一条楓代表が千葉にちょっと顔出すということで、朝顔出す。あと2時間後ぐらい。そうだね、1、2時間後、うん、多分千葉のミレには多分楓さん行ってると思うんで、千葉の近くいる方行ってほしいなっていう。これは結構ガチな、うん、楽しいからね。まあまあ、うん、俺らも行きたいし。まあ、あの、ここも俺住んだことあるからね。お前、その辺は俺、うん、地元やから、本当に。ここも住んだことある。地元やん、それ。知ってんの、逆に。ここも、練馬区の近く、俺知ってるんだから、本当に。ここも、花子がねえの次に。いいとこだから、意外と。ここもいいよ。アンケート取っていった。アンケート取ってみましょう。ビリはグイですよ。ビリグイね、グイ。これも、まあ、これ2位ぐらい。霜2つ、霜2つグイでいこう。これ絶対。あ、霜2つで。霜2つグイ。どうぞ。はい。はい。お、はい。おお。ね、やっぱそうやろ。タピオカ。ババアの家って。タピオカ。ババアの家行くわけねえだろ。まあまあまあ。ひどいな。ひどいな。はいはい。オッケー。同率。第2位同率、はい。はい。よいしょ。よっしゃー。待って、グイ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 。ババアの家、グイグイ。違う、どっち分かってるか大事っす。え、同率っす。え、同率っす。あ、まだ下。いや、やめて、あります。俺とでしょ。下は、最下位が 5.5% と、そのさまバッターの子、グイ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 。よしこーい、 5.5% グイグイ、グイグイ、よしこーい。え、待って、ババアの家が書いてあるもん。え、お前と俺もグイじゃない。いや、あ、俺ら二人が下二桁。上尺じいはね、お前もグイ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 。よかったよ。グイグイ、よしこーい、グイグイ、ソーレソーレ。 5.5% の人は殿様バッタに乗りたいと思ったわけですよね。そうです。ごめんなさい、ちょっとさっき言い忘れちゃって、ね、本当はタピオカ終電でタピオカ飲んだ後にババアの家だから。確かルルカ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 、ワンツースリーフォーファイブシックス、ルルカルルカル。 22% の人、ありがとう。サービスタイムで終わり。肘ガツガツ当たってる。
肘ガツガツ当たってたんだけど、これに入れた人ちょっとすごい好き。いやー嬉しいですね。じゃあ最後、楽しい、めっちゃ。ちょっとそういえば俺ちょっと前回の、まあ、罰ゲームということで、そうだよ、俺用意してたのどこに、シムケンね、前回ビビるぐらい酔っ払って、ま、アウトレイジビヨンドになっちゃったんで、ルルカの身長は163センチです。ルルカさんの身長は分かりました。コンパクト。今回ね、そのシムケンがね、今日罰ゲームをね、やります。これね、これね。結構、これでちょっと許してくれということで。まあね、そうね。ケンカの説明を。この、あ、図はアヒル口やって、しょうがないな。ダブルクリーム鬼盛りいちごプリン買ってきたんで、美味しそう。これに、ルルカさん鎖骨見して。鎖骨ねえよ。鎖骨あるけどな。ズハ、これにちょっと一味唐辛子ちょっとズハアヒル口してって。まだズハさんそれあるんですけど、それもありつつもね、これ罰ゲームちょっとズハアヒル口して。分かったわ、もうそれもう本当に。何こんなちっちゃい。俺も見てるよ、カイピョン。カイピョン。あと何分なんで。あと何分。結構ある、まだ。あと4分しかないよ。これ取ったから。あ、全部全部。これを、これをね、これに一味一本かけて。自らだからね、こいつ。ちなみにすごい美味しそうなパフェで、パフェね、食べるんで、皆さん許してください、本当にすいませんでした。いってらっしゃい、限界いってらっしゃい、地獄の果てまで。いってらっしゃい、地獄の果てまで。俺食べるんでね、俺食べるんで許してください。シンプルにちょっと、いや、もうね、ちょっとシムケン前回の反省してるんで、マジでこれ一本全部食べるんで。本当に。でもこれ、いってらっしゃい、いってらっしゃい、地獄の果てまで。いってらっしゃい、いってらっしゃい。お前さ、下にさらってんだよ。さらって砂落ちるみたいな音で、一味がちょっとお茶漬けみたいな感じでさ、さらさらってお茶漬けな。カメラに向かってアヒル口って、うわー、アヒル口やってて、すごい。もうお茶漬けみたいな感じで、多分さらさらっといけるかなみたいな。みんな喋ってて、みんな喋ってて。そんな一本、あ、ズーハー、あゆ口して、しょうがない。この下取ってあげたい、ほんと。しかも、意外とちゃんと食ってんね、お前ね、偉い。それはもう真面目か、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 今アヒル口、シムケン、あ、ちゃアヒル口してアヒル口、ほらアヒル口、シムケン、アヒル口、1分前だって。やばい、1分前。うそー、ギャグやります。早いギャグやります。ページ、行ったれ、ギャグ。ささーに日会いよ。うわっ、ディ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 入らない。ありがとうございました。席ずり外す、今日は飲みます。我が今日はなんて素晴らしい。喉使ったら、あ、30秒前、やばい30秒前。ギャグやります、ギャグやります。これで許してください、本当に。萌えマリアーナーハルカー。愛しよう、愛しよう。ディリー、ディリー、ロック、ハゲ、ハゲ。俺の動画楽しいからね。来週も見てくれるかな。はいよ、いいと思う。じゃないよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を